ロシア軍ウクライナ侵攻でいくらが消えると書くマスコミ愚か。ロシア軍がウクライナ侵攻を開始したことで、日本の食卓にも大きな影響を及ぼす可能性がある。ウクライナは世界有数の小麦の生産地、その上ロシアの小麦輸出量は世界一位だ。日本の小麦は約9割が輸入で、ロシアとウクライナの小麦が世界に出回らなくなれば高騰することは間違いなさそうだ。そして、日本人が最も困るのはファミリーの外食に欠かせない回転寿司だろう。国内ではサケマスが不漁で、イクラはここ5年で輸入品が7割程度まで増えている。逆にロシアのサケマスは豊漁で、寿司や丼物で人気のイクラはロシア頼みだ。大手回転寿司のイクラの多くは、原産地にロシアと表示されている。ロシアからの輸入がストップになれば、回転寿司でイクラが回らなくなるかも。報道責任感など持ち合わせてない感じのタブロイド夕刊紙の記事だから目くじら立てる方がおかしいか。戦争の影響の一面をえぐったつもりかもしれないと思おうか。イクラは何語？こちらです。イクラ、普段日本に来てからイクラっていう寿司もよくありますし、イクラっていうものがよくあって、それは日本語の言葉かなと思ってたけど、実はイクラっていう言葉はロシア語から日本語に来たらしいです。それすごい不思議だなと思って、だって日本人は昔から伝統的にそういう魚も食べますしイクラも食べますけど、なぜイクラのことはロシア語の言葉が使うかすごく不思議だと思いました。でロシア国民の心情は、国際平和をへりくつを並べ立て破壊する国のイクラなど誰が口にするか。イクラが食べられない謎、戦火にあえぐウクライナの惨状と同じ比較対象にならない。庶民といえどもロシア産を拒否する矜持はある。無神経千万な与太記事を載せるものだ。ウクライナ国民はロシアから理不尽に戦争を仕掛けられ、生死の境で頑張っているのに、ちょっといくらの値段が上がって食べられないくらいがなんだというのだ。この夕刊紙の平和ボケぶりは反日特定野党の尻馬に乗って安倍、菅そして岸田政権を連日こき下ろして面白がっていることでわかる。数年前から売れ行きがガタヘリでますますこのようなさもしい記事を作為的に作るのだろう。このタブ氏の愚を正す。お聞きいただき感謝申し上げます。